ちは。今日はですね、私の地元溝の口にやってきました。一人で私はお店に行ったりとかすることあんまないんですけど、ちょっと新企画で今回は伊藤和枝のはしご酒編っていうことで娘に怒られそうな企画なんですけどちょっと一人で飲み歩いちゃおうかなって思います。一人で飲み屋さんって行ったことないんだよな、本当に。誰か必ず友達とかと、あとこの地元だとママ友とかとカラオケとかはしょっちゅうあるんですけど、一人ちょっと寂しくないのかなちょっと良さそうなお店を見つけたのでちょっと行ってみたいと思います。まだ5時なのにさ、もうすごいよ人がこんばんは。はい、よろしくお願いします。ちょっと端っこに、あ、ジャスミンハイにしようかな、まず第いきなりあれ大丈夫ですか2杯までって言われてるんだね。大にしとこうかなと思って。少しでもいいかよ。そう、大きくボンボチ好きなんだよな。ジャスミン杯の大でございます。いや、ね、すごく大きくないこれ特大特大特大しかもさ、すっごいアルコールの匂いがする。濃いですか。だって匂いがするってことは結構濃いよね。これすごいね。今ハッピーアワーだから、まあ、このサイズはハッピーアワーって台はそのまま台の値段ですか。台はハッピーアワーも中ジョッキの倍の値段もその大きい大ジョッキになるので。ああ、ちょっと安いんですね。そうですね、ジャスミン杯だとハッピーアワーだと500円になります。安くない、これ大きくて500円だってこれだって家で飲むよりいいよね全然。だってさ、料理も作んなくていいし。すごい嬉しい。じゃあ何か頼もうかな。すいません、はい、ボンボチと、あ、これ1本ずつですよね。1本ずつ。じゃあ2本、ボンボチ2本と塩タレは塩で、ささみの梅しそも2本で。ささみの梅しそ2本、はい。これなんだろうね、お通し、はい、ナスかな。ナスのナスっぽい。ちょっといただきます。あ、ナスだ。ナスの煮浸しみたいな感じです。いただきます。うん。ナスと、ひき肉？あ、豆腐かな？すごいなみなみ入って、よく持ってこれるね、これ。なんか、ダンベルみたい。うん、この前、ベストアの結果の動画がもうすごい、何十万再生って今持ってて。あ、本当ですか。はい、あの何キロ痩せたって、 7.5 キロも痩せたんですけど、まあでもね、そっから全然筋トレ入ってすぐ痩せるのかなと思ったらずーっと止まってるんですよ、1ヶ月ぐらい。なんか筋肉がついて、で運動する前は炭水化物も食べてくださいって言われてるんで、その分なんか減らないのかな。週に2回あのなんかグループトレーニングみたいに筋トレ行って、であと 1,2 回は近所のジムで有酸素運動を2時間ずつやってるんですけど。そんなにやってるの？結構そんなにやってるのに全然やってどういうこと？締まってきてるんじゃないですか。じゃあ体とか分かんないんですよ。それが顔はだいぶ痩せたねってみんなに言われる。いや、でもコメントが顔だけちょっと締まれば痩せて見えるもんね。いやいやいや、出さなければいや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 、すごいね。ハッピーアワーが5時から7時まで2時間。いや、すごいよ。ハイボールとか250円とかで、缶チューハイの値段ぐらいじゃない。お店でこれでさ飲めるのいいよね。駅から近いですね。本当にこの近所のカラオケはよくママ友と来てます。行くととりあえず3時間って頼むんだけど、5時間はいる4人で来て5時間。ママ友はもう嵐とか大好きで、2人は必ず嵐歌って飲み放題してるから、もうわけわかんないぐらい飲んでいつも
最近行ってないからちょっと寂しいなと思って久しぶりにこの間行ったんです。あとね USJ も、あ USJ でねいろいろ撮ってきたけどちょっといろいろ許可が取れなくてね、私があのスマホで撮った映像をちょっと皆さんに見てもらおうかと思ったんだけどちょっと残念です。あ、ありがとうございます。お、美味しそうです。これはいい焼き加減だよ。すごい香ばしい香りがする。うめぇ、美味しそうです。これも美味しそう。油がプリップリしてる。もう周りがカリッとしてて抜群ですね。はしご酒みたいのはしますか？いやなんかお酒飲みに行くとしても1個のお店行って、まあ、次カラオケとかはありますけど何軒も行くってめったにないかな。すごいささみなのに全然硬くない。中がふわっとして柔らかくて美味しい。でもここ日本酒すごいいっぱいありますね。日本酒も飲まれることありますか？20代の時は結構日本酒のがすっごい揃えてある焼き鳥屋に行ってた。自由が丘にあったんです。冷蔵庫にずらっと一升瓶が並んでて、なんかそれをマスとコップでこぼれるまで入れてくれるみたいな。それを何杯も飲んでた。無敵だったな20代。弱くなりましたか？もう日本酒飲んだらもう終了そこで。20代一番稼いでたから結構タクシーとかでバンバン行ってて、うちの母親に十何万も出してマンション借りてるんだったら十何万払って家建てた方がいいって言われて、27の時にローン組んで家建てたんですよ。でもね、それでもう土地代は、あ、土地、家か、家はもう払っちゃって、あと土地代が残ってるんですけど、もうあと何年、2、3年とかで終わるんですよ、ローンが。そしたらね、娘にも残してあげられるし、まあ売っちゃってもね、お金になれば少しでも。やっぱり家、自分の土地と家があるともう引っ越さなくて、私引っ越しが何より嫌いで、引っ越し本当に嫌で、もう絶対ここ家買ったらもう絶対引っ越さないと思って決めて建てて。不便なんですけど、全然車の音とかもしないし、朝鳥の声で起きたりとかするっていう、割とタヌキとかも庭に来たりとか、あれなんだろう、犬かなと思ったらタヌキ、めっちゃ痩せてるタヌキだったり。で、まあ近所にね、ママ友とかも住んでるから、本当にしょっちゅう家飲みとかもしてるし、楽しいですよ。一人暮らしとかはされたこと？二十歳の時から、でも一番最初が三軒茶屋。三軒茶屋のなんかすごい駅の近くの 1K みたいなマンションに住んでたんですけど、駐車場、まあ駐車場はなくてすごい不便でどうしようかなって困ってたら、大家さんがあのその今住んでるところの近くにマンションを、娘さんのために買った 3LDK のマンション、同じ金額でいいからって言って 1K と、だいぶ川崎だから引っ込むけど、でもそこに住んで、そこもだから 5、6 年住んでたのかな。それでそこから家をなんか買うことになった。よかったなと思って、大家さんからいろいろ聞いたのは、家建てるときはコンセントをとにかくもうここぞとばかりにいっぱいつけといた方がいい。物をどかした時に あれってなっちゃうから、4箇所はもう絶対にマストでつけて、もういらないと思っても後からつけるの大変だから、あのいっぱいつけてもらいなさいって言われて、それを思ったら本当に今便利で、確かに、
人の思い出の街みたいのはありますか？思い出の街、だからもう本当に都内はその三茶に4ヶ月ぐらいしか住んでなかったから。そんな短かった？短かったんですよ。いや、駐車場が本当なくて、ずっと路駐してて、でもみんな路駐してたところに停めてるから捕まりはしないんですけど、スペースが空いてなかったらもうアウトだからドキドキしながら停めてて、まあでも車庫は別で借りてたからなかったらそっちに持っていけばいいんだけど、まあ、そこからはすごい遠かったから、三茶の近く、一番近くって徒歩10分とかで5万とかだったと思う。あ、そうですね。そう、あの辺すごい高くて、1台5万円。あ、5万円。1台5万円ってさ、近くにあったらまだいいけど、すごい。歩いて10分だよ。めっちゃ不便じゃんと思って。なんかマンションの駐車場はもういっぱいになっちゃってたんだけど、近所に貸し駐車場があってそこを借りれたんですけど、もうでも間もなく家が建つからあそこ駐車場置けないよって言われて、それでも慌てて家建てたっていうか。濃いなこれ。しかもまだ全然いらない。私としたことが半分も減ってない。まだ30分ぐらい経ってる。もう平日でこんなにぎわってるんだったら、あれだね、週末すごいね、ここの店。え、週末もハッピーアワー一緒なんですか？一緒です。はい、すごい。じゃあ週末はもうないかなって思ったら、この値段で飲めたらもう最高だね。千ベロですね。本当だね。本当だね。1000円飲んだらもうベロベロになっちゃう。またおざっちと飲み、なんかこの間回転寿司だったけど、本当に飲みに行きたいな。あーね、よく喋るし、あの人。はい、よく喋る。今度だから、それこそ言ってたのは、宮古寿司にみんなで行くっていう、うん、第2回の同窓会を宮古寿司さんでやる。だってあれ、のりちゃんってすごい一番再生回数多くない？130、140とか。ねえ、すごいですよね。2人で行ってるの。あれ人数増やしたらもっと、もっとすごい、すごそう。で、美奈子が、田中美奈子ちゃんが、前の日に言ってくれれば、行くよって。ガンガン行っちゃおうよ。行っちゃいますか、じゃあ。行っちゃおうよ。あそこの寿司もっと食べたかった、本当は。あ、こんにちは。すいません、今 YouTube の撮影してて、まあ、こっちしか映ってないので、はい、ハッピーアワーに来ましたね。狙ってきた。人気のとこなんで。いや、美味しい。焼き鳥美味しいですね、すごく。ありがとうございます。会話。子供が誕生生まれたんです。今日ですか？飲みに来ていいんですか？無事じゃないんです。あ、そっか、まだ病院で。見には行けるけど、抱っこはできるけど、一緒に寝たりとかはまだできない。おめでとうございます。いや、嬉しいですよね、無事に生まれてくるとね。え、でもなんか酔ってくると全然知らない人と話せる。それが酒の力。進まないわ、これやっと半分だわ。飲んだよ。飲みました。今日はですね、富福食堂さん、はい、お邪魔しました。焼き鳥、まあいろんなもの、いろんないい匂いするんだよね。今なんかタコとか焼いてる。このはしごじゃなければずっと居座っていろんなもの食べてみたいなと思ったんですけど、焼き鳥がめっちゃうまかったんで、多分いろんなもの全部美味しいと思います。しかもこの5時7時のハッピーアワーはもう最高じゃないですか。あ、乾杯。乾杯。またちょっと地元なんでまた来たいと思います。じゃあ2軒目。